公園タイムトレイルよいしょどうもしました、のせともちろん、はい、というわけで今回は、はい、タイムトライアルシリーズ第2弾ということで、はい、まあ、前回カラオケでしたけども今回は公園ということでね、はい、まあ大体想像ついてる方も多いと思うんですけど、はい、公園にある遊具を全部遊んでもらって、はい、一周して戻ってくるタイムを競いましょう。はい、なるほど、シンプル。楽しいぞこれは。確かにあ、マスクが。そう、あ、マスク失礼します。怪我ないように頑張っていきましょう。はい、本当にそれだけは一番怖いからね。じゃまずは今回の公園のコース紹介をしていこうと思います。はい、まあ、砂場から始まりまして、はい、ブランコ3往復、はい、そして坂上がり2回、はい、でジャングルジムを乗り越えた後に、なんか謎のパラソルみたいなエリアを、まあ、こう1回転だっけ、1回転、そう1回転しながら行きまして、で滑り台を滑りスタート地点に戻ってきてゴールといった感じでございます。はい、というわけで今回は公園タイムトライアルです。やっていきましょう。はい、忘れてました。はい、順番はですね、前回決めたルールにのっとって前回のビリモッチから1番手2番手3番手という風にやりたいと思います。はい、第1走者1得意種目、ブランコ、苦手種目鉄棒となっております。位置についてよーいスタート。え、これさ、コグさ、コグあれがさ大きければ大きいもの、3かげてる。あー、苦手。やばい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 、気づい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 、やばい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 、腕があいつ手こずってるぞ。なんであいつ何手こずる。坂上がり手こずる。今のやばい今のやばい今のやばい、坂上手こずってる。やばい、手が痛い、腕しんどい、腕しんどい、腕しんどい、怖い気づいた。はい、タイム1分14秒43。遅い。意外に鉄棒手こずった。鉄棒でしくったからもうジャングルジムの握力なくなっちゃう。超疲れた。ヒントありがとう。そうだ。第2走者のせ、猿の遺伝子を受け継いでいると噂のあるやつ。位置についてよーいバン。見た感じの先ほどの感想ですか。いや、それに持ち込みたいな。いや、それ、うん、あ、頭いいね。背を向けるタイプ。カメラに背を向けるタイプのやつ。いや、早い。あ、早い、早いわ。あいつサスケを感じるもんな。背を向けすぎだろ。サスケが背に向けすぎだろ。いや、ここ怖い、ここ怖いよ。そこの攻略法ちょっと考えないとな。おお、そう、あれぐらい必殺が大事です。いやー、いいね、いいね。あーあーそうだー。足打ちた、足打ちた。いいぞ。ああやばい、痛すぎる。あえ再起すんの遅っ。いやでも膝ぶつけたらやばいぞ。だいぶやばいぞ。ゲームアップ、ゲームアップ棄権します。え人生で一番強く膝打った。いやなんかやばい。外傷はないと思うけど、内部的な。綺麗だ。めっちゃ綺麗。綺麗な膝だ。このここっすね。あ、まあ赤い赤い、ね、赤い。おせ選手危険。ダサ。怪我ないように頑張っていきましょう。はい、本当にそれだけは一番怖いからね。では第3走者
怪我に気をつけたいの春樹です。頑張りたいと思います。全員しょうもねえな。位置について、よーい、ドン。無駄がない。やばい。しっかりカメラを入れず手を向けるタイプだ。あー低いところ。せ。チンコいった。何支えた。いやーまあまあまあこのグリーンは言うてじゃない。おおすごいことなってる。あっちにもこっちの猫気になっちゃう。あー結構時間かかるんじゃないジャングルジムで。そうだ、ね、怖い怖い、あれ見たら怖いな。気をつけて。あ早そう、早そうじゃない、早そう。ゴールアンプル萩野タイム59秒11。早い早い喜び方が小学生。来た、またしても1位。くそどうだった俺の。早い、早いけどちょっと俺らは猫がすごい気になってしまうという。うわうわうわえ俺やっていい、本気で目指していいよ。いい、うん、俺多分いけるよ。元サッカー部、B チーム補欠22番いきます。最悪だな。あんま変わんねえぞ俺らと。位置についてよーいドン。 OK。 あーいいね。ここどうやって早くするの。わからん、そこわかんない。 OK。 そこだな。あー早いんじゃない。早い、鉄棒まで早いよ。早いですね。早いよ。さあ気をつけて、膝気をつけて。いやー今の怖っ。来た。オーケー。ダイヤのタイム45秒76。おいよおいよ。クソ早い、早よ。よし、もうサッカー部で活躍できなかった部分が全部ここに来た、集約された。最初から参加しろよ。